7月クールの水曜22時は、フジテレビと日本テレビのドラマがバチバチの争いを繰り広げている。杉野陽う明、27、主演のバラカモン、フジテレビ系、と赤素 A2、29、主演のこっち向いてよ向海君くん、日本テレビ系、が同日の同時間帯にスタートし、視聴率で接戦を繰り広げているのだ。バラカモン、 は日本一美しい海を擁するとも言われる長崎五島列島を舞台に書道だけを支えにここに生きてきた都会育ちの青年書道家が五島列島で出会った島民たちとの交流を通じ書道家としてそして人間としても成長していくハートフル島コメディ原作はガンガンオンライン少年ガンガンスクエアエニックス にて2008年から2018年にかけて連載された吉野さつき氏による同名漫画作品が、対する、こっち向いてよ向井くんは、性格が良く、仕事もできるいい男であるにもかかわらず、10年前の失恋からブランクが飽きすぎて、恋愛迷子になっている主人公向井とし 赤素が間違えたり、孫ついたりしながら不器用な恋にチャレンジしていく姿が描かれる。原作はフィール・ヤング・小電車にて連載中のネム・ヨーコシによる同名漫画作品である。同じ漫画原作の作品。そして何より、杉野さんと赤素さんは同じ20代の人気演技ハイケメン俳優かつ、 癒し系と飼い抜け系などと評される、同タイプのルックスでもあります。そのためでしょう。杉野くんと赤素くんの裏子を無理はしんどい赤素 A2 と杉野容量がドラマ裏子を無理してるのみんな頭抱えてるで、書というファンの声は非常に多いです。ね。第1話、7月12日の視聴率を見ても、本当に人気がきっしているのがわかります。女性誌ライター。 視覚わずか0.1%の僅差で第一話は赤諏訪へが制したが、バラカ、門の視聴率が平均世帯視聴率5.9%個人視聴率3.3%なのに対して向井くんの視聴率は世帯6.0%個人3.4%。ほんの0.1%の僅差で赤諏訪への向井くんに軍配が上がる結果となった。 ただこの先はバラカ、モンがリードするかもしれませんよ。バラカ、モンは後藤列島をメインに地方ロケをしっかりと行っていて自然の核力による見応えが抜群です。これは本当に強みですね。加えて、宮崎りりささん、七、演じる主人公清船、杉野、押したうむじゃけな少女なるが本当に可愛くて、視聴者の癒やしとなっていますね。前での女性誌ライター。 SNS では島の景観や宮崎の演技について、杉野陽明さん繊細でプライドが高く、でも根が素直な青年にぴったり。傷ついた心を癒す後藤の人の優しさ、美しい風景。子役の子が可愛くて足田愛菜さんを彷彿、ほっこりしたい方はバラカをンすすめ。海とか空とか子役さん可愛いとか。 バラカモンドラマ配役後藤列島ロケ含めて理想的じゃん。といった声が多く寄せられている。後藤列島といえば福原洋さん24主演の2022年後期の NHK 連続テレビ小説、舞い上がれ。でも舞台になったばかりでブームが訪れています。バラカモンもこの勢いに乗れるかもしれません。ネゼンドを四角後藤市役所に話を聞いてみた。 このドラマについて、現地の人はどう思っているのか。また、主演の杉野や撮影現場についてのエピソードは、後藤市役所に問い合わせたところ担当者が、杉野さんの話については、私の方から話すのは難しいです。と、断りを入れた上で、取材に応じてくれた。第一話の感想を教えてください。子供も出ていて癒される感じですね。 島の景観もふんだんに使っていただいていて、地元としてはとてもありがたいな、と思いながら見ていました。天気も良くて、海の綺麗さや、島の良さが十分に伝わるように撮ってくれていたように感じます。舞い上がれ、は経済効果があったと言いますが、バラカ、門についてはどうですか。一週間ほど経ちましたが、実感はありますかバラカ。 門が始まったからかは定かではないですが前年度より観光の入り込み客数が増えていますして、宿泊所の確保が難しかったり、飲食店が満席が多くて入りづらいとか、そういう話が多くて、島全体が潤っている感じがします。舞い上がれ。効果はすごかったですかそうですね。舞い上がれ。で全国の知名度が向上する機会がいただけました。 多くの方が、舞い上がれ、を見て島を訪れてくれましたしばらか、門も認知度向上を、はじめごとに行ってみようや、と背中を押す一つになってるんじゃないかと思います。夏ですから、ね。そうですね。ちょうどドラマも、天気の良い、そんな景観を出していただいているので、今回はすごく観光客が増えるんじゃないか、と思っています。四く。 自分の求めていたものが、ここにある、と、杉野も絶賛、舞い上がれ。と原か、門、後藤列島が、舞台の作品が増えている感じがしますが、その理由として思い当たることはありますか島民全体で頑張って後藤の情報発信をしたりとか、それで、島にブームが訪れていることから NHK のドラマ撮影に使っていただいたり、 五当列島を舞台にした漫画を取り扱って発信していただくことにつながっているんじゃないかと思っています。杉野さんとカバから、門撮影のことに関して話を聞くのはやはり難しいですかそうですね。これも杉野さんに迷惑をかけてしまいますので、そこは控えさせていただきたいと思います。ということだった。 地方の広報担当者は都会に比べると色々とサービストークを交えて話してくれるものですが後藤市役所は取材に協力的ながら口も固く広報としては非常にしっかりとした良い対応とも言えるでしょう。舞い上がれ。などで取材慣れしているのが大きいのかもしれません。ね。こうした切りがたい点も、後藤列島の強みと呼べるかもしれませんね。前での女性誌ライター。 7月12日に、フジテレビューで公開された放送前インタビューでは、五島列島での撮影を情報などに追われている東京とは違ってとてもいい心地のいい場所で自分の求めていたものがここにあるなと思ったと振り返った、杉野、また行きたい、と裁縫を熱望し、でも飛行機少ないから、ドラマで島の人気が出ちゃったらどうしよう、と心配する一幕も、 と、五島列島に強い愛着を抱いたことを明かしている。杉野が愛したち、自然豊かで、口が硬い五島列島でのドラマが描かれる、バラカモン。赤巣はへの、こっち向いてよ向井君との直接対決は始まったばかり。果たして勝負を制するのは四角、画像、かっこよすぎます。杉野容量スタイル抜群作無いで魂を込めた達筆を披露。 気合の入った筆さばきだ。